香川県民に質問しました。南海地震の対策をしていますか？すると、あれは高知の地震だから香川には関係ないと言われました。国が発表した資料では香川県の最大震度は7です。以下、ずっと香川県民ですが、職場のテレビを固定したいと申し入れたところ、うちは家具の固定をしていないから固定しなくて大丈夫だと言われました。あなたの家で家具の固定をしていないからって、みんなが使う職場の安全を守らなくてもいいという理由にはなりません。緊急地震速報が放送されると自動的に電源が入るラジオを寄付したところ、うるさいからとラジオの音量が最小限に設定されていました。また邪魔だからと利用されていませんでした。四国も冬はマイナスになることがあります。冬の災害発生時、屋外の避難場所で低体温になる危険性があることを気象庁の資料を添えて提出したところ、必要ないと一掃されました。香川県から近い場所で発生した阪神・淡路大震災でどのくらい揺れたのか質問したところ、あの時はこの棚が倒れてきたんだよと笑顔で話していましたが、その倒れた棚は今も固定されていませんでした。気象庁ホームページで調べたら、阪神・淡路大震災の時の香川県高松市の揺れは震度4でした。香川県高松市は南海トラフ巨大地震で震度6強の揺れが想定されている場所です。震度6強がどの程度の揺れなのか、概要欄にリンクを貼っておきますのでご確認ください。私が何を言っても無駄なので、自腹でその棚を固定しました。実際に地震が発生したらどうなのでしょうか。香川県の北に位置する中国地方で大きめの地震が発生した際、香川県でも緊急地震速報が流れました。すると、何の音と誰も対処しません。ドーンと揺れ始めると、キャーキャー言うだけの人と何もしない人だけでした。地震体験ができる起震車に乗ったところ、アトラクションみたいで面白かったそうです。小学生の男の子たちと同じですね。起震車で揺れを楽しんでいます。で、実際に自分の部屋が地響きとともに揺れ出したら、恐怖のあまり泣き出すのでしょう。またうちは築30年の木造だから一発で倒れるよと笑っていました。その後、実際に地震が発生した時、慌てて娘に電話をかけたと言っていましたが、その時の震度はたったの3です。震度6強で家が潰れたら電話なんてかけられませんよ。東日本大震災で学んだことは、想定を信じるなということでした。そのことを防災の勉強会で話したところ、ハザードマップにここは目の前の道路までしか浸水しないと載っているから大丈夫だと言われました。自然が人間が勝手に作った想定に合わせて揺れを調節してくれるのでしょうか。津波の高さも調節してくれるのでしょうか。東日本大震災から7年しか経過していないので、義務教育や高校などできっちり防災の授業を受けているであろう19歳の女性に地震対策のことを聞いたところ、全くしていないし、地震なんて本当に起こるのかと質問されました。やはり西日本の人たちは東日本大震災をテレビの中で起きただけの出来事だと思っているのでしょう。2011年3月11日に発生した東日本大震災、翌年の3月11日に高知県にいましたが、食堂のおばさんがチャンネルを変えながらこう言っていました。地震の番組ばかりで飽きた。明日は我が身の高知県民がこれです。逆に過剰に怖がるケースも見受けられました。地震のことは話すなとか、みんな死ぬから関係ないと言われたのですが、どんなに巨大な自然災害でも計算すると 99% 以上は生き残ります。戦後最悪の死亡者数を出した東日本大震災は、行方不明者を含めて 18,456人。東北地方の人口は900万人ですが、何パーセントになりますか？東京でも死者が出たので、関東地方の人口も合わせたら、さらに下がります。そんな香川県民よりも、さらに平和ボケしている県があります。岡山です。香川県民でも半数が家具の固定をしているのに、岡山県民の 84% は人事です。
地図上で見れば南海トラフから距離があるので余裕だなと思っているのでしょう。国が発表した南海トラフ巨大地震発生時の岡山県の想定最大震度は、防災の意識が低いのは日本全国変わらないと思います。以前九州は安全、南海トラフ巨大地震なんて関係ないとネット上の掲示板で書き荒らしていた人がいたのですが、その1ヶ月後に震度7の熊本地震が発生しました。日本に安全な場所なんてありません。そもそも日本列島はプレートが動くことによってできた大地です。そしてこの大地は今も変わり続けているのです。たった数年地震が発生しないから安全だとか、あまりにも視野が狭くて浅はかな考えです。地震なんて関係がないとか大したことないとか、逆にもうダメだとか、ひたすら怖い怖いと言っている人たちは全員同じです。考えることをやめてしまっています。犬や猫じゃなくて人ですよね。気象庁や内閣府のホームページで地震関連の知識を勉強できますよね。ことが起きたらただキャーキャー騒いでないで、きちんと知識を得て考えて実行しましょう。関東地方で発生する首都直下地震と違い、南海トラフ巨大地震は緊急地震速報が間に合う地震です。首都直下地震より身を守るチャンスがある地震なのです。南海トラフで何度も巨大地震が発生しているから気をつけてと国も何度も言っていますし、内閣府や気象庁もホームページや動画を作って周知に励んでいます。発生することは分かっていますし、せっかくの身を守るチャンスをみすみす捨てるのでしょうか。